はい、今日はですね、インスタ360のね、X3 のね、紹介をしていきたいと思います。はい、このね、インスタ360のね、この X3、以前ちょっとね、開封の方させてもらって、ね、こんな形で、フル充電はしてありますけどね、まだこの状態でフィルムも剥がしてなくてね、設定もちょっとしてあるかしてないか。なかなかね、一応多分設定してあるっぽいですね。ただカードがないっていう ね形です。まあ、一応スマホとかね、タブレットとつなぐようにはしてあるので、してあると思うので多分ね、はい、そうですね、もうね、つながってありますね。だから前の 1X とかね、5.2 とか、この一つのアプリでつながりますけど、はい、つながってますね。繋がりましたね、こっちね、こっちに繋がったので、はい、こっちのね、画面が消えたっていう感じですね。はい、なかなかこれ使ってなかった。今スマホの方決めましたけど、なかなかこれ使ってないので、このフィルム貼りっぱなしだったんですけど、ちょっとここのフィルムね、またちょっと注文の方ね、Amazon かなんかでしていきたいと思いますけど、今日はですね、このね、レンズキャップっていうのも一緒に買ったのでね、ちょっとこれも開けていこうかと思います。これ電源入れるときはワンタッチでいいんですけどね、切るときは長押しですね。はい、でアクセサリーでね、これどうかと思いますけどね、まあ、基本もともとこれ買うとこういう、なんていうんですかね、こういうケースがついてるので、これで結構こと足りちゃうんですけどね。形で入ってました。どういうこと？こっちから抜くんですね。あ、ここくっついてるので、ここにこうやってね、止まってるような感じですね。ちょっとこれもきっと使わないと思いますけどね、ちょっと開封していきます。まあ、こんな形、あ、まあこれだと、まあこれフィルムまだ買ってないのであれですけど、そのままですけど、まあ、こういう感じですかね。こんなレンズキャップがね、ありますけど、多分これ使わないですね、これね、今思ったけど、多分ここのカバー、レンズのフィルム、こっちの画面のフィルムもね、両方注文する予定でいますので、まあ、これはそうですね、使わないですね、多分ね。
もし使ったとしてもこっちでいいっていうかね。はい。なのでこれアクセサリー、まあどういう時に使うんだろう。これね。まあこれもともとついてるやつでいいような気がしないでもないですけど。はい。もうこれで十分ですね。さあ、あの前のそのインスタのね、1X の時も、この元々備え付けのね、このカバーっていうんですかね、これで十分足りてたのでね。はい。あとなんかこう防水のカバーとかもし使うんであれば、ね、そっちの方がいいんですけど、ね、いいんですけど、この状態で持つのならね、もうコンパクトで一番いいのがこの状態だと思うので、で、これにちょっと傷つかないようにね、フィルムだけ貼ってあげて、まあ、これに入れといた方がいいと思うんですよね。まあ、これレンズカバーなので、レンズのところだけね、レンズキャップか。レンズのところだけ守れればいいんですけど、こっちの方もね、ついでにやっぱ一緒に守りたいと思うので、で、これどっか行っちゃいそうですけどね。はい。なので、まあ、これでいいかもしれないですね。はい。まあ、ちょっと一応これ開けてしまいましたけどね。はい。きっと使わないと思いますけど。これちょっと有効活用のね、方法があったら逆に教えてもらえたらいいなと思います。これ、このアクセサリーはね、そんなにこう、おすすめしません。